スパルティナ・アルテルニフロラは、イネカの植物で、北米東部原産。外見はヨシに似ており、高さ2メートルまで成長する場合もある。干潟や川の河口など寄水域で繁茂し、見た目は、日本在来植物では水辺に生えるヨシすなわちヤシに、類似する。このためは、妙として、干潟足と呼ばれることもある。スパルティナ族は、干潟や潮沼など、塩分濃度が高い水辺に生育する。 繁殖力が強いため、米国西部のワシントン州やニュージーランド、ブラジルなどでは過去、干潟が草地化する被害を引き起こしている。干潟は、魚介類や水鳥が暮らす、生物多様性において、貴重な存在である。干潟足は、円形の群落を形成し、種子だけでなく、断片からでも増殖し、近くで、飛び地上に、別の草むらが発生することもある。 地盤が柔らかい干潟や湿地では重機による根本からの掘り起こしができないため、一旦根付くと根絶が難しく、生態系への重大な脅威とみなされている。2011年8月、スパルティナ・アルテルニフロラが梅田川の川口付近で約1トルにわたって繁殖していることが報じられた。これは日本国内で初めてのスパルティナ族の生息確認だった。 発見のきっかけは同年3月に愛知県移入試験等会の担当委員が調べた不明植物の標本。同委員によるとこの外来生物の侵入時期は2005年前後と推測されている。侵入経路は不明だが繁殖地が貿易港である三河港に近いため貨物船のバラスト水が種子を運んできた説を同委員は挙げている。環境省と愛知県は 特定外来生物、世界の侵略的外来種ワースト100のスパルティナ・アングリカに近縁な種であるため生態系への影響を警戒し、開花時期である10月に合同で生態調査をする方針を示した。また、熊本県の参加線でも生育が確認された。日本の沿岸に繁殖する恐れが強まったとされ、環境省は2014年6月にも、 特定外来生物に指定することと根絶対策を強化する方針を固め、2014年6月11日に指定した。日本スパルティナ防除ネットワークも発足した。スパルティナアルテイルニフロラの概要中部地方、環境事務所 ABC、侵略、稲賀とヨハシで繁殖国内初確認から、読売新聞中部2011年8月14日、日形足豊ヨハシ。 AB イネカ外来種拡散阻止へ、環境省と愛知県10月に、現地調査から、読売新聞中部2011年8月25日、今日今す、外来種日形足、日形奥裂に、海辺の生態系崩す、日本経済新聞長官2018年7月1日2018年7月10日、閲覧。最も侵略的イネカ。 気象植物をいやり繁殖読売オンライン2011年8月14日11時45分。侵略、イネカ、国内初確認、生態系乱す恐れ読売オンライン2011年8月14日11時37分。この種も、愛知県北南市の堀川川口付近で見つかり、日本侵入が初確認されている。危険ないネカ外来種確認、愛知、 兵器難生態系破壊の恐れ。読売新聞長官2019年2月24日2019年3月7日、閲覧。外来生物対策スパルティナ・アルテルニフロラに、ついて特徴や予想される、被害等九州地方環境事務所日型虫バム、外来植物環境省が、根絶対策協会読売オンライン2014年5月26日、日型足が、 特定外来生物に指定されました愛知県2018年7月9日、閲覧。最も侵略的稲外来種、根絶に向け全国組織読売オンライン2015年2月1日。ありがとうございます。